はい、チュール食べる？チュール。また久々のチュールになったな。今日は丸々一本あげてしまおう。はい。どうぞ。うん。これはね、カツオ。あ、いや、カツオミックス味とかってやつ。ああ、チュールはいい匂いするな、ほんと。最近はだいぶ秋めいてきて、あれですね、風も冷たいし、気温も低いしで、過ごしやすいですね。でもライス君がね、だいぶ足元で寝るようになってきましたね、最近は。噛まない。前はほとんど床で寝てましたけど、カットオークにも最近乗んなくなったな。そういえば夏場はだいたい部屋に戻ってくればキャットウォークの上で寝てましたけどね、今はこのベッドの上で寝てることが多いですね。そしてまあ食欲の秋ということもあり、タイブライス君の食欲も増してますね。飼い主の食欲も増してるわけですけれども、なんでか気温が落ちるとね、食欲が出てきますよね。まあ気温が高くてもね、食欲があるんですけど、私もライスもね、ノーライスもいや、うまいかね。このチュールのカツオ味はあれですね、ツナマヨみたいな匂いがする。ツナマヨ臭。はい、終わりかな。もうちょっと絞り出すか。はい、まだあるね。はい、終了。はい、チュールは飲み物でした。カツオ節ミックス。ミックスは何入ってるんだろうな、これ。19年6月30日。ん？今年何年？あ、まだ大丈夫。来年の6月30日か。うん。もうねえよ。無限に食いそうだな、こいつ。一本でもね、多いくらいなんですけど、まあ、まあ、よしとしましょう。玉の一日ね。あ、爪切らんとダメだこれ。